では2本の輪ゴムを使います、はい、この青い輪ゴムと白い輪ゴムをねこんな感じで指にかけてしまいます、うんうん、そしたら利き手を前に出してもらってもいいですか、はい、そしたらこの人差し指と親指でこの真ん中の2本の部分をつまんでグリグリってしてもらっていいですか。そうですって話してみるとわかりますか。一瞬でお客様が貫通させてしまいました、これすごくないですか。本当にね中に入っちゃってるのわかりますか、はい、でお客様が貫通させたので今度僕も貫通させます。おまじないをかけるとこの瞬間にスルッと溶けるように貫通して元の状態に戻ってしまいます。あなたかは一切ありません。どうもヒロムです。今回は超ビジュアルな輪ゴムの貫通マジックになります。相手にですね直接貫通する瞬間を味わってもらいますので、この映像上で見るよりも相手はですねすごい不思議に見えるっていうものになります。しかもこれ普通の輪ゴムでできますからね。もともとあるトリックを僕好みに少しアレンジしたものになります。正直かなり好きなトリックなので僕のやり方を公開しようかどうかちょっと悩んだんですけれども、今回シェアさせてもらいたいと思います。なので気に入った人はですね必ず高評価を押して見返して練習できるようにしておいてください。そしたらね僕もすごい嬉しいです。まずですね色違いの2本の輪ゴムを用意してください。その方がね貫通現象が見やすくなります。そしてこの2本の輪ゴムをそれぞれのね人差し指薬指にかけてこんな感じでね引っ張ります。そうしたら親指で青い輪ゴムのね上の部分をこんな感じで上に持ち上げます。でそのまま上の輪ゴムの下の部分そのまま下に下げます、まあ、下に下げるっていうよりかは手前にこう引っ張ってくる感じですね。でそのままこの空いてる空間のところに両方の中指を突っ込んでそのままね親指を離します。そのまま指を揃えてやると手側から見てみるとこの中指の部分がクロスしているっていう状態になります。手の動きを何回も練習して一瞬でね状態を作れるように練習してみてください。まあ、さすがにですね目の前で堂々とこの状態を作るのはですねいきなりあやとりをしだした気持ち悪い人になりますので、まあ、僕だったらですね相手に手を出してくださいってこう手を出してもらう動作の中でこっそりね状態を作ったりしています。相手にね手を出してもらう瞬間を狙うのがね一番バレにくくなるのでいいと思います。まあ、なぜかというとですね何かの動作をしている時っていうのは周りを見る能力低下しますので、まあ、そこがねバレにくくなります。例えばなんですが僕の友人はですね学校の授業中にねゲームで遊んでたんですけれども、まあ、そのゲームに集中しすぎて先生めっちゃ迫ってきてるのに全然気づかないでモンハンやり続けて、まあ、没収されるっていう友達がいたんですけれども、まあ、何かをしてる時っていうのはねそれぐらい視野が狭くなるっていういい授業になりましたね。皆さんは授業中に面白いハプニング起きたことってありますか。ぜひね教えてください。まあ、ちょっと話がそれましたが、もしね確実に安全に行いたい場合はあらかじめねこの状態を作っておいてからこのマジックを始めてもいいと思います。まあ、多少指を曲げればこんな感じでねひっくり返して見せても大丈夫です。そしたらですね相手にこの真ん中のね黄色と水色の真ん中の2本の部分を指でつまんでもらうんですけれども、手の形がですね今全体的に内側になっていると思います。つまんでもらうときにこれをですねこんな感じで軽く外側に持っていきます。そのままね本当に外側に持っていきすぎると輪ゴム外れてしまいますので、ギリギリの位置まで持ってきたら今度はですねそれぞれの親指で上の部分をですねしっかりと押さえます。そのまま中指を外すんですけれども、そのまま外しちゃうとですねこんな感じで交差している部分が真ん中に行ってしまいますので、この時にですねまず左手の親指で上2本の輪ゴムをしっかり押さえます。押さえることでさっきみたいに中指を外してもはい、この交差している部分がここにあるままキープされるっていう状態になります。そして相手にですねこの真ん中の部分つまんでもらってグニグニしてもらっている時にこの親指で押さえている交差の部分を少し力を緩めてねこんな感じで真ん中に持っていきます。お客様がですねこのグリグリしている時に力を緩めて交差している部分真ん中に持っていくと手を離してもらった瞬間にお客様がね貫通させたような感じになります。手を離してもらって交差した部分をしっかり見せたらこれ本当に中に入ってますと言いながら人差し指にかかっている輪ゴムを完全に外してしまいます。そうするとですね下の輪ゴムに完全につながっているように見えます。でそのままですね反対の手に渡すんですけれども、この反対の手に渡すときにこの親指で押さえている部分を完全に離してしまいます。で離しながら左手にこんな感じでねスルスルと渡します。実際はこれも完全に分離されている状態です。そのままですねおまじないをかけるジェスチャーなどをしてそのままねスルスルスルと貫通していく状態を見せれば元の状態にね完全に戻ったところを見せることができます。この最初にね輪ゴムが貫通させる部分お客様にやってもらうんじゃなくて自分でねこう交差した瞬間を作れば、まあ、触れた瞬間にね輪ゴムが一瞬で貫通したようにも見えますし、中指をね外してしまうと完全に元に戻りますので検証を自分自身で全て行うこともできます。種を知っててもすごいねビジュアルに貫通したように見えますのでめちゃくちゃいいマジックだと思います。
ぜひねグッドボタンを押して何回も見直していいので習得してください。そして最近ねあんまりコメントないんですけれども、リクエスト全然しちゃって大丈夫ですからね。結構ね僕リクエストを元に動画を作ることが多いので気軽にしちゃってください。今回みたいな素晴らしいマジックをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録して次のヤバいマジックに備えておいてください。バイバイ。